とうございます。さあではまずは自己紹介から始めます。エマちゃんは現在10歳の男の子の子にいたんです。10歳と言いましても今としてはもう立派な大人なんですね。このように手を振ってのご挨拶を得意としているとても礼儀正しい子にいたんですよ。あ、そしてさらにトスパークでショーをするポニーたちの中でエマちゃん優等生的存在なんですね。とても真面目な頑張り屋さんなんです。かわいいね。その中ではどんな時でもけなげに頑張るエマちゃんにぜひ気持ちを許してあげてください。あ、そして見た目はとっても可愛らしいエマちゃんですがかっこいい技を得意としておりますので、かわいい、今日は皆様にエマちゃんのかっこいいところをたくさんアピールしていきたいと思いますので、エマちゃんの技が上手に決まったら拍手でエマちゃんのことを褒めてあげてください。さあそれでは早速お兄さんを始めていきたいんですが、本日はエマちゃんとホワイトとても仲良しな相方のお兄ちゃんが一緒に来てくれていますので2頭でショーを盛り上げていきたいと思います。では早速相方のポニーちゃん呼んでみましょう。タミーくん。はーい。さあ皆さん、山ちゃんお待たせいたしました。相方のサミーくんの登場です。ぜひ皆様拍手でお出迎えください。はい、ありがとうございます。はい、それでは早速
まで応援お願いします。はい、サミくんも気合入れて頑張ります。はい、それでは早速技に挑戦していきます。はい、ハッピーポニー賞で一番盛り上がる技、障害物競技からの挑戦なんて、お姉さんいかがですか？はい、わかりました。サミくんからの手も小さいですが頑張りますね。はい、では一緒に頑張っていきましょう。はい、ではまずは障害物の準備していきます。高さはいろいろ変えられるんですが、山ちゃん、サミくんでかなり体格差がありますので、そのあたりはしっかり配慮していきます。ということで、まずは2頭それぞれの足の高さからです。山ちゃんの高さは、じゃん、下から3段目です。はい、ではサミくん、はい、用意したんですけど、全く意味がなかったようですね。そうですね。はい、会場うろうろしてますが、このサミくん、足が少し短めなポニーちゃんなので、まずは障害物一番下の高さから行ってみたいと思います。はい、それでは障害物の準備できましたので、まずは2頭一緒に挑戦していきます。はい、さあ、お姉さん、サミくん、準備はよろしいですか？はい、サミくん、いいですか？はい、スタート位置についてくださいね。はい、ゆっくりと掴んできてくれましたか？はい、では2頭一緒に挑戦していきます。それではいきます。せーの、それいけ。さあ、よむちゃん、かわいい。いいですか？この後、肩が出ちゃいましたよ。かわいい。ちょっとお姉さん、はい、サミくんも頑張るんじゃなかったんですか？そうですね、そのつもりではあったんですけど、どうやらサミくん、障害物使い方がいまいちよく分かっていなさそうですね。ということで、ここは何でしょう、障害物かっこよく飛んでいた山ちゃんにお手本を見せてもらいたいなと思うんですけど、何ですか山ちゃん、またやってくれますか？なるほど、なるほど。まあ、確かに障害物見ると使い方分かってなさそうですよね。わかりました。ではここは優等生山ちゃんがサミくんのために一肌脱ぎたいと思います。それでは山ちゃん、お手本でもっともっと高い高さに挑戦していきます。サミくん、しっかり見学していてくださいね。はい。そして山ちゃん挑戦する高さは一気に2つ上げまして、じゃん、こちら上から2段目、山ちゃんの首の付け根ほどの高さです。かなり難しい挑戦ですが、優等生山ちゃん、ここはしっかり決めてくれることでしょう。さあ、それでは山ちゃん、2回目の挑戦もいってみますよ。はい、その前に大好きな人参を美味しそうに頬張っていますね。さあ、それでは高さ上がりますので、先ほどよりもたくさん予想をつけます。さあ、それでは山ちゃん、2回目の挑戦いきます。せーの、それいけ山ちゃん。じゃあ、お見事。すごい山ちゃん、よくできました。さすがです。さあ、お姉さん、サミくん、いかがですか？あれさん、サミくん、山ちゃん頑張って飛んだ障害物まで投げ倒しちゃいましたよ。ちょっとどういうことですかって山ちゃんも言ってますよ。そうですね。さあ、山ちゃん、かっこよくサミくんにお手本を見せてくれたんですが、どうやらサミくん、今のだとまだまだ納得がいってないみたいですよね。ということで、ちょっとここからどうするか、サミくんと作戦タイムしてみたいと思うんですけど、レさん、ちょっといいですか？はい、ぜひお願いいたします。はい、ちゃんとサミくんに聞いてみますね。サミくん、サミくん、どうしますか？皆様、聞こえました？さあ、お姉さん、サミくんから提案が出ましたよ。山ちゃん、先ほどちょっと難しい高い高さの障害物頑張ってくれたんですが、もっともっと体調を広く使ってかっこいいパフォーマンスとかしてみたらどうかなって言ってるんですが、山ちゃん、いけそうですか？なるほど、なるほど。これでは納得してくれなかったんですね。はい、では分かりました。せっかく会場広いですので、山ちゃん、もっともっとかっこいい技に挑戦していきます。では山ちゃんが今から挑戦するのは、先ほどの障害物の連続技に挑戦です。皆さんもすぐ目の前に障害物を置いていきますね。すぐ目の前通りますので、こんなに体の小さな山ちゃん
が迫力は満点だと思います。あ、そして使っていなかったピンク色の障害物もこちらにセットします。あ、会場全体に障害物が置けました。ただこの挑戦見ていただくと分かるように障害物と障害物の間の距離、これは山ちゃんが自分で歩幅を合わせなければいけません。なのでとても難しい調整になります。なので山ちゃんちょっと緊張しているようなので体のストレッチから始めていきたいと思います。ではまず会場の真ん中まで来まして、山ちゃんちょっと緊張しているようですね。しっかり落ち着いていきましょう。皆さんも前を向いていきますよ。山ちゃんもう一度皆さんの前を向いて3はい、よいしょ。わかりますか？こうすることで体全体の筋肉をほぐしておきます。さあそれではゆかちゃん、もう一度皆さんの前を向いて、はい、しっかりストレッチすることができました。それでは障害物に挑戦する前、大好きな大きな人参食べてからエネルギー補給です。ちょうだいちょうだいってますね。はい、どうぞ。とっても美味しそうに味わっています。では山ちゃん、見て食べたら行きましょうね。はい、完全にマイワールドに入ってしまっていますが、あ、では障害物行ってみたいと思います。今回もたくさん助走をつけて、では山ちゃんの連続技いきます。それ山ちゃん、じゃーん。あ、そのまま黄色もいるんですね。さあ、最後の